今日はどんな仕事が来てたか、どの仕事を紹介しようか。村に魔物が忍び込んでいるという情報が来てる。依頼人の場所は地図にか。なんだ、どの仕事を紹介。海岸の町の花屋からの依頼だ。花の葉。依頼人の場所。なあ、ちょっと相談があるんだが。急にどうしたんだ。実は最近村の中に魔物が忍び込んでるって噂。そこでちょっと調査を依頼。村の中に魔物か。それが見つからないんだよ。多くの人が見たって言ってるんだけどな。私怖い魔物見たよ。この子も目撃者の一人。そうみたいだね。僕こっちで魔物見たんだよ。わかったわかった、落ち着いて。ね、あっちの川の近くで大きな魔物を見たの。川辺あたりか。行って調べてみ。とうとうこの村にも魔物が出るようになったな。見つけ次第残らず叩き切ってやる。そう簡単に行くかな。どういうことだ。今まで親しくしていた人たちをある日突然切ることができるのか。友人を、子供を、老人を魔物だという理由で切ることが。それでもやるしかない。ここはヨナが戻ってくる村なんだから。その覚悟を忘れるなよ。魔物がいた痕跡らしきものすらないな。本当にここで会っているのか。子供だからな。もう一度聞きに行ってみるか。なあシロ。なんだ。魔法で泳げるようには無理だ。そうか。君が行ってた場所を見てきたけど、魔物がいた跡がなかったんだ。見つけたのは図書館前の広場だったよ。記憶違いだったか。そっとしておいてや。新しい地。
僕は決めました。そしてここまで。特にいないみたいだな。待て、川辺とこの場所を間違えるか。他の村人からも情報収集をした方が良い気がするが。そうだ。確かに見かけたよ。子供。数日前に魔物っぽい影を見たのよ。魔物のような影なら商店街付近で見かけた。村人の言うことと少女の言うことが噛み合っていないな。なんだか話が違うようだな。どういうことだろう。誰かが嘘をついているということだ。嘘？誰かが俺たちを騙そうとしているのか。さあな、単なる勘違いかもしれぬ。だが嘘をつく必要があったのかもしれぬ。怒らないから正直に話してくれるかな。どうして魔物を見たって嘘をついたんだい。違うの。私、大きくて怖い魔物を見たの。では一つ教えてくれ。魔物を見なかった場所はどこだ。北門の近くとか西の高台とかでは見かけてないよ。いたぞ。あの子はこの魔物をかばっていたのか。だが倒さねばならぬだろう。人間は魔物と共存。ああ。魔物は倒した。依頼人のところへ戻ろう。彼は死ななきゃいけなかった。行こう。ありがとうございました。村の中に魔物がいたら。
どうしたんですか？あなた方は船頭の夫がお世話になっている。一応聞いておくが、実は夫とまた喧嘩しちゃってどうせそんなことだろうと思ったぞ。でも夫が悪いのよ。私が大切に取っておいたリンゴを10個も食べちゃうんだから。それはすごいですね。私も言い過ぎたけど、でもまさか1週間も帰ってこないなんてわかりました。俺たちが探すのを手伝いますから。本当？嬉しい。結局巻き込まれたな。以前のように酒場で聞き込みをしてみるか。こんにちは。赤いカバンの男を探す。なーに、あの夫婦また喧嘩でもしたの？実は旦那さんが家出したみたいで。よくあることなんですか？今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だから、確かお兄さん。わかりました。あなたよく見るとなかなか。いえ。まさかあの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でもなんとなくわかるよ。あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か。我はげんなりするが。いや、久々。ええ、おかげさまで。フリージアの花の売れ行きも順調。そうか、よかった。はい、僕の家内と息子です。そうか。ええ。あ、そうだ。なんだ？仮面の町でフリージアの花を欲しがっている人がいるぞ。他の方には頼みにくい場所なのでお願いできます。仮面の町。ありがとう。そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うかな。こんにちは。海岸の町にいた赤いカバンの男、水路。ああ、あいつなら俺の弟だよ。今どこにいるのだ？知らないな。最近会ってないし。そうか。ああ、でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから、郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。やれやれ、また戻るのか。男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。そういえばお前は手紙を書いたことがあるのか？あるけど書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。愚か。手紙など己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だというのに。わかったわかった。
あれ、配達員さん。そうなんだよ、荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番。君も荷物の受け取りかい？いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。悪いけど俺は力にはなれそうにないな。そういや仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないってし。家出で行方不明になった者が二人。その子の行き先に心当たりは？そうだね、もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれない。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。難破船か、調べた方が良さそうだ。ああ、入り江に行ってみよう。カイネ、エミール。どうしたんだ、二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません、カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じて。異様な気配？魔物か？ああ、だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特任が。そう、カイネ、ど…いや、なんでもない。どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ、どこかに穴でも開いているのではないか。穴が木の板で塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入って。至るところが腐りかけておるな。ああ。カイネ、本当に大丈夫なのか？あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか？そうだな。エミール、カイネを頼んだぞ。はい。さあ、行きましょう、カイネさん。薄暗いな、ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ、探してみるしかあるまい。外からの光が届いていないのか。鍵がなければ先に。おい、そこに転がっているのは油が残ってる。今女の子が。我も見たぞ、いつの間に後ろに。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれない。誰もいないぞ。おかしいな、幽霊でも見たみたいだ。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。この船は一体？難破当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先はかなり先ほど拾ったランタン。これはリンゴが落ちてる。
少し傷んでるが。おそらくカバンの船頭が落としたものである。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。ともかく今の音は何だ。上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い。入り口で見た娘が倒したのだろう。ん？おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。分厚い本が置いてあるな。航海日誌のようだな。船の進路、天候、入港記録だが、この船で行った。白い手形はこの扉の方に続いているよう。おかしいな。あの子はここを通ったはずなのに、まさか本当に。いや、幽霊などを馬鹿げておる。鍵をかけ直したに違いない。まだ何も言ってないだろう。どちらにせよ先に進むためには鍵を見つけないとな。棚の向こうで何かが光ったぞ。調べようにも棚が邪魔で奥に行けぬ。待て。机に手帳が置いてある。船で扱っていた商品の記録。どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。人を売り物にしてたってこと。そうだ、かなりの儲けを出していたようだ。同じ人間なのに。わかりたくもない。愚かな人間はどこにでもいるということ。鼻の方から隙間風を感じるな。おい、この白い紙、スイッチのように動く。財宝でも。いや、鉄でできた道具がいくつ。それは拷問器具か。ここで行われていたこと。魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。白い痕跡が続いて。何か聞こえてくるぞ。音が止んだな。女の子の声にも聞こえた。これは電線管か。管がつながっている別の部屋にあの女の子がいるって。待て、壁に船内図が貼ってあるぞ。どうやらこの缶はもっと奥に進めばいいんだ。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこのあ、この扉はこう大きな鍋だ。大勢の船員のために。調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り、ピーマン抜き。料理の好き嫌いがいる。そういえば以前喧嘩夫婦の家で出された料理も思考が偏っていたな。ああ、リンゴ尽くしだったな。
旦那さんを見つけたら今度は俺たちが家に招待しないと。そうだな。なんだ、奥の部屋から漏れている。またリンゴが落ちて。これも喧嘩夫婦の夫が落とともかく。この床。おい、無事か。あ、ここは暗くて何も見えないな。どうやら船底まで落ちてしまったよう。落ちた時にランタンをなくし。あれは？シロ、よかった。ようやくか。喜んでいないで。この死体は町の者たちと喧嘩夫婦の。そんな嘘だ。どうしてあの人が、町のみんなが。くそ。しっかりしろ。カイネが感じた気配。おそらく町の者たちを殺した犯人は。ああ、絶対。もう見るな。あ、エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方は。ああ、少しはマシになった。そうか。今度はお二人の元気がないようですけど。ところでカイネ、お前が感じていた。ちょうどこの上の階からだ。やはりな。先に進むしかなさそうだ。丸められた紙が何個も。どれも同じ文字が書き綴られているよ。最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれん。この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。こいつ、まさかカイネが感じていた気配は。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした。あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは。
エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。船が崩れるぞ。分かってる。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。よかった。はい、でも配達員さんがまだな。ああ、助けに行かないと。この日差しであればあの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。それを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ。対しろ。船にいた女の子の正体が魔物だったのって。今までの魔物とは何かが違う。油断するな。触手を狙うのだ。止まるな。もう一本も切り刻むぞ。こいつが町のみんなを絶対に許さない。野放しにすれば町が危険だ。ここで始末するぞ。やったか。なんだあの大きさは。おお、
あれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。来るぞ、かわせ。奴は普通じゃない。気を抜けば殺されるぞ。このままじゃ町が危ない。何としても止めないと。大事な人なんだろう。集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。何してる。殺されるぞ。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。お前なんか嫌いだ。Yeah!
ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。かくまうぐらい本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に、その犯人の世話を。貴様が気に病む必要はない。そう。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。使ったの？それはどうして答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。まさかあの人は。旦那さんは魔物に殺されたの。俺たちが見つけた時にはもう手遅れで。嘘よ。どうして夫が思い出のカバンをバカみたいにずっとつけて、私のことを思ってくれ。そんなの嘘よ、嘘。あの夫婦の喧嘩ももう。ああ、俺がもっと早く下がって。気負いすぎるな。一つ聞いていいか？なんだ。海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるって、どうして分かったんだ？さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。
船頭さんが亡くなられて海岸に魔物が出るなんて。船頭の彼はよく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている彼のことはすごく悲しいけれど。そうだポポルよ、魔王の城の鍵については暗号の解読は進めているのだけど行き詰まってしまった。中世のケルベロスはもしかしたら犬のことかもしれ。ポポルさんにもわからないなんて相当複雑な暗号なんだな。でも鍵とポポルさんだけが頼りなんだ。わかったわ。そうそう、通りがかりに見かけたんだけど。見てきます。それと船頭の彼が休んでいたから別の人を手配してお船は変わらわかりました。誰かを失ったとしてもこの世界は無慈悲に回り続けるのだな。いや、ポポルさんから話し、行きたい場所を言ってくれ。魔物の気配がする。
魔物をあらかた片付けたな。根の皮をこれくらい取れば十分だ。とりあえずあの奥さんに報告。私はここまで強い魔物はいませんでした。魔物の勢力は拡大する一方だな。このまま人間の居場所がどんどん奪われていくんでしょうか。そんなことはさせないさ、絶対に。